4番村松から動きを見せて乗るように6番橋口、関東2人が揃って前に出ようかというところは赤番周回、7番片織がその村松を突っ張りました。スローペースです。誘導は降りていて片織、原、そして松尾、市川の4車ライン。4番村松は再度5番手に降りまして、6番橋口拓も最後方、体勢変化なく7番片織の突っ張りです。九州3人にマークをつける2番市川が4番手で依然として4車優位に運んでいきまして、本戦最終ホームに帰ります。4番村松5番手の状態続けましてスピード戦となりそうです。7番片織ゆき先頭でまだスペースが上がっていません。後ろを振り返って7番片織の先行、5番原、3番松尾、そして2番の市川は4番手内を占めています。4番村松俊也は5番手です。残り200の手前から7番片織勇気がスパート開始で、後ろ5番原司、3番松尾誠が3番手、2センターから踏み込んでくる4番村松ですが伸びはどうか。直線に向いて九州3人、先頭7番片織勇気悠々逃げ切って後輪、2着5番原司、3着3番松尾誠です。